ついに明後日、いや嘘、しあさってだわ。しあさってアクアリウムバス初出店でございます。火曜日ということで、月曜日は営業するんですけど、火曜日はお店の方がお休みになります。お間違いなきようお願いいたします。そして場所がね、なんと5階の一番奥なんですよ。頑張って這いつくばってでも意地でも来てください。でね、ちょっとその前にこんなもんが新入荷しちゃったんですよっていうのをちょっと伝えたかったのと、このピンク頭が最後になるので、もうピンク無駄だし、イベントごとに髪型を変えてるので、次はどんなになるか楽しみに来てください。初入荷、はい、満を持してブラックナイトの入荷です。まあミドルでしょうね。でも逆に柄が残ってこんだけ黒いとこういう方が好みですっていう方も結構いる。私もそのタイプですね。どちらかというと柄が出て黒みが強い子とても好きです。ましてやね、サイズがいい。とてもドベビーじゃなくてもうしっかりと成長してきているサイズなので、安心して育てられるサイズではないかと思います。なんとね、1匹のみ入荷してます。柄が悪い、たまらね。ちょっと今日はご機嫌斜めなので手持ち撮影になりますが、アイスアルビの手具です。ほら夫婦、あそこめっちゃ夫婦一人でしょ。ちょっとねご機嫌斜めちゃんなんだけど、結構おとなしいんだけどね。ちょっと本性を表してきたかな。入荷してから少し時間が経っているので、真っ赤なお目目と、なんだろう、神々しさがすごいんですよ。薄紫色の体色と白のこの体色、だいたい全長で目測かね、5、60センチっていう感じです。ベビーじゃこちらもないので安心して飼育できると思います。お肉も虫も喜んで食べてるので、ピンセットから食べるときはハムって優しそうに食べるんだけど、今日はちょっとご機嫌斜めなようです。ということで、すげえのがまた来ちゃったわけですよ。で、メラニのサルバが来て、レオパがプラスで100匹来て、ブラックナイトが来て、アイスアルビのテグが来て、どうしたの？自分でも驚いてます。まさかうちに来るとかね。一応この子もイベントに連れてく予定なので、ぜひこの子を見に来てください。ではまた火曜日に会場でお会いできるのを楽しみにしております。何色か、またちょっとインスタではちょっと何色になると思いますかの質問はしようかな。前回は紫がめちゃくちゃ多かったけど、残念ながらピンクでした。では次の動画でお会いしましょう。この動画をいいねと思ったらチャンネル登録高評価お願いいたします。じゃあね、バッチリ体調整えて火曜日参戦するので待ってる。